はい、こんにちは、てっちゃんはジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。相撲協会がね、なんでね、あんなに白鵬を追い詰めるのかというようなね、記事が出てね、それはね、単なる嫉妬であるというような、記事がありましたね。まあそれもね、一部あると思うんですけど、今回のね、北青鵬の事件で白鵬はね、迷惑かけた親方衆とかね、その辺にね、頭下げてないです。でね、それをね、そう、いろんな人に迷惑をかけたのに、他の人たちに頭を下げなかった。これは、単なる白鵬が不器用だからではね、片付けられないことだと思うんです。やっぱりね、人に頭を下げることができる人かどうか。で、白鵬ってね、なかなかね、やっぱり、自分がね、あれだけの成績残した横綱でしょ。なかなかね、頭下げれないですよ。だけど、やっぱりね、そういう、相撲協会にいる以上はね、迷惑をかけた親方衆に頭を下げるぐらいはね、白鵬できないとダメでしょうね。そしてね、白鵬はまあ、強かったので、人気もそれなりにあったと。で、それを背景に、まあ、トヨタ自動車のね、トヨタ会長とこうパイプがあって、そして相撲協会にね、新しいオープンカーのセンチュリーを交わしたりしたと。つまりね、その派手なね、白鵬の、派手っていうか目立ちますよね。トヨタの会長と仲良くて、こうセンチュリーを交わしたとかね。で、なんか、相撲協会がセンチュリーのオープンカー買ったのに、白鵬がなんか中心に出てきてるしね。ほんでね、あとね、やっぱり、要は、各相撲会が、ね、一番欲しいのはね、弟子なんですよ。新弟子。で、その新弟子の確保で、白鵬がね、白鵬杯という、日本で、イベントをやって、で、モンゴルでも白鵬杯をやってると。で、モンゴルがいろいろ出して、連れてくるというね、その、みんなが悩んでる弟子の獲得も、白鵬がね、それなりにこう、やってると。要はビジネス的にね。で、相撲をこうビジネス的に考えてやってるのがね、これ実際、成果が出てるかって言ったら出てるんですよね。でも、古い体質の相撲会館からすればね、それがね、やっぱり、目立って、こう、目立つ上に白鵬がペコペコする人だったらいいんですけど、ペコペコしないから、まあそれにね、輪をかける。これね、白鵬がね、頭を下げて謙虚な人だったら、ここまでならなかったかもしれない。で、白鵬からするとね、言われてるのは、あと4、5年もしてね、今の嫌われてる人たちがいなくなったら、自分の番が来るだろうと。まあそれがゆえにね、相撲協会は去らないんだという人が圧倒的に多いんですけど、じゃあね、5年間ね、そんなことを考えてるうちはね、あとの5年間ね、白鵬は最低でも5年間部屋を再興することができないということになってしまうと、もうね、5年間のブランクってね、結構やっぱ大きいと思いますね。で、5年間でね、部屋を持てないとなると、これはね、ちょっとね、5年間白鵬が耐えられるかという問題もあるんですけどね、5年間だから我慢しようという考え方になるのか、まあいろんなね、見方はあるんでしょうけど、5年間いたら目立つ行動はできないだろうし、で、5年間我慢してる間に出世はできない、部屋は持てない、その間に照ノ富士が引退して伊勢ヶ濱を継承してってなるとね、その間に伊勢ヶ濱にどんどん、で入ってくると、遅れを取る、それの屈辱に白鵬が耐えられるのかなっていうのがね、一番大きいですよね。それと、5年間待ったところでね、一門では基本的に海王が理事になってる、51歳でしょ。だから海王がいる間は伊勢ヶ濱一門にいたら理事に出るのがちょっと難しくなると。かたや、
二所ノ関一門の二所ノ関親方の稀勢の里は、おそらくこの5年間でかなりの力をつけてくるだろうし、大の里、今回ね、大阪場所、春場所で、優勝争いをした大の里の親方がこの稀勢の里ですよね。そうするとね、稀勢の里率いる二所ノ関一門、二所ノ関部屋の大の里とかね、その辺がどんどん伸びてきて、そして、おそらくいずれその伊勢ヶ浜を継ぐだろう、照ノ富士の、要は今回優勝した武尊富士、この辺りが伸びてくるとね、照ノ富士が親方になって、武尊富士と、あと今回の大の里、それと琴ノ若ね、この辺がねバンバン出てくるとね、今までモンゴル王国としてね、君臨してたモンゴル勢がね、もう横綱大関あたりが、こう日本勢にね、ガーッと変わるんじゃないかなと。で、今もう白鵬の次に睨まれてるのは豊昇龍でしょ。で、豊昇龍大関ですけどね、これ豊昇龍もね、武尊富士とか大の里とか、あるいは何だっけな、琴ノ若、今度名前変わりますけどね、まあその辺がね台頭してくるとね、豊昇龍もそういうわけにいかないと思いますよ。やっぱ体が違いますしね。そうするとモンゴル王国、これ、照ノ富士がね、もうちゃんと日本の心を持って伊勢ヶ浜部屋をあれすると、横綱いなくなる、大関は、豊昇龍だけど、琴ノ若がいてみんな上がってきたらね、これね、大関横綱がもうほとんどモンゴル勢だったのがね、モンゴル勢がゼロになる可能性もある。おまけに、高田が親方が審判部長になった、こうガチンコ相撲でもう八百長を相当嫌う親方ね、これが審判部長になった。そして今のね、その反白鵬の急先鋒の、春日の親方がナンバー2の事業部長になった。ほんで5期目を迎えた八角理事長、これね、一気にね、ここ数年で白鵬を寄り切られるんじゃないかなというような雰囲気になりましたね。で、これね、弟子をどんどん入れれるっていうのがやっぱ強かったというのと、部屋を持ってるから谷町とこうパイプが持てた、公園で金の力、これを塞げられると、要は金の流れを塞いで、部屋を消滅させて、力を削いで、そして、やっていくとね、これはね、やっぱ白鵬であってもね、ちょっとね、難しいでしょう。でね、5年間ね、日本橋部屋の土地を維持できないと思いますよ。うん。